すっかり忘れてたー。なんだ、一体何を忘れてたんだ。もしかして目の前の金髪魔女の名前を忘れちゃって出てこないとか。んなことあるか。検証ガチャ、先日の光と闇が最終回じゃなかったんだよ。他に何か検証できるもんあったのか。このモンコレガチャで本当に人気キャラ16体の出現率が超絶アップしてるのか検証しよう。今回は第2弾のモンコレに挑戦だね。アーサーに上杉謙信か、チャレンジしてみようぜ。ってことで、モンコレ第2弾、超絶アップキャラが本当に出るのか。それでは引いていきましょう。今回はまず単発3回と10連1回引いていきます。もう狙いは大体わかってるぜ。マリサなんでわかるの。能力者なの。こんだけ長くガチャやってきてんだから大体わかるだろうが。いつもご視聴してくださる皆さんも大体予想がついていると思います。視聴者さんも能力者なの。視聴者さんだって毎回ご視聴してくれてんだからわかるだろう。今回はアーサーを狙っていきますよ。アーサーを狙っていくんだね。マジでわからなかったのかよ。単発1回目。単発と10連どっちで出やすいかな。1回目はアンタレスだね。そういや、明日から一部のモンスターの重心化ができるようになるな。早速火の重心竜をゲットしたので、アブナムートを重心化させたいです。それじゃあ単発2回目引いていくよ。ちなみに、なんでモンコレ第1弾で検証しなかったというと、夢玉を必死で集めていたので第1弾はできませんでした。2回目はシルクが出たぜ。やっぱり単発は厳しいのかな。それともウプ主の運がないからかな。圧倒的に後者だろうな。即答。散々言われておりますが、単発ラスト3回目引いていきます。結果はどうか。おお、確定かも。あー、確定きたー。これアーサー出ちゃうんじゃないの。単発で確定なんてすげえ久々だぜ。アトスだー。アトスは超絶アップキャラですね。なんと単発で出ました。ウプ主が単発で当てるなんて。さっき後者って言ったけど、今回はそうでもないみたいだな。次はいよいよ10連でチャレンジです。単発より星5の排出がいいと思うので期待できますね。こっちでも確定来たりしてな。そんなわけないじゃない。2回も確定したー。10連でも確定来ました。この引きの良さおかしいぜ。ついにアーサー、謙信様だー。上杉謙信だな。ようやくゲットできたぜ。先日当たった天草四郎に引き続き、水属性の強力なキャラが当たったね。アトスに続いて謙信が当たったので、やっぱり対象キャラの排出がアップしているね。おい、ウプ主、これ通るじゃねえか。ああ、通るじゃん。10連でまさかの星52体も出たよ。びっくりだよ。まさかこんなに今回当たるなんて検証ガチャ史上最高じゃない。最後はファフニールだったぜ。ウプ主、今回のモンコレ第2弾の超絶アップキャラは本当に出るのかに採決してちょうだい。了解。対象の超アップキャラは、今回のガチャで、単発でも10連でも本当に出ました。ただやっぱり引くなら単発より、10連の方が出やすいと思うので10連をおすすめします。次はいよいよ超重心祭だ。まあ、待てろルシファー。最後までご視聴していただきありがとうございます。チャンネル登録はお済みですか？PC でご覧の方は上の登録ボタンを、スマートフォン、タブレットでご覧の方は右の画像に出ているように登録ボタンを押してください。この機会にぜひともよろしくお願いします。